日本海の方向から撮影した、境港市空撮画像。手前側の植物の多い部分は、島根県。写真の右下の湾が、美保湾。写真奥の水域が、中海で、ここにある江島や大根島などの島々も島根県。その中海の対岸側の陸地もすべて、島根県である。写真の中央部やや左に、米子空港の滑走路が映っており、この付近が、 米子市との行政協会である。境港市は、中国地方の北部に位置する鳥取県の西部の市で、日本海側の重要港湾として栄えてきた町である。白車聖書の続く、弓ヶ浜半島は東南にそびえる大山を背景に、風光明媚な景観を呈しており、日本の白車聖章百選や、日本のなぎさ百選に選ばれている。 日本の著名な漫画家の水木しげるの出身地でもあり、代表作のゲゲゲの北郎に登場するキャラクターの銅像が並ぶ、水木しげるロード、市が発行する住民票の写しの透かしにゲゲゲの北郎に登場するキャラクターが使われていること、境線に北郎列車が運転されていることでも有名である。鳥取県内で最も人口が少ない市であるが、 中国地方で最も面積が狭く人口密度は山陰地方最高である。港付近の空中写真。港の一部が写真の右下の部分に写っており、見保湾に面している。写真中央の水域は境水道で、写真の左へ境水道を進むと中海に出る。なお、写真上部の緑の多い部分は島根県の一部である。 2009年6月26日撮影の25枚を合成作成。大型のサスである、弓ヶ浜半島の北端に位置し、三方を中海と日本海、これらをつなぐ境水道とに囲まれている。境水道を隔ててまたは、江島大橋を渡り、島根県の松江市と接する。境港市はサス上に立地しており、平均海抜2メートルと非常に低く、 平坦な土地でもある。縄文時代から古墳時代にかけての遺跡は比較的多い。古くは夜、三島と呼ばれていた。奈良時代から平安時代にかけて、流佐の大積により、米子地域と陸続きとなり、1398年成立の大仙寺縁起絵巻では、弓ヶ浜半島が描写されている。島根半島沖の沖島は、 後鳥羽上皇や後醍醐天皇が流された、入る地として知られており、地域でも、流罪となった、両天皇に関係する伝承が残されている。室町時代には、島根半島に、出雲守護大京国氏の一族である天子氏が台頭し、応仁文明の乱においては、山梨との合戦を繰り広げた。戦国時代には、兵糧米の陸上下地。 水軍停泊地として、重要な位置を占め、毛利氏をはじめ戦国大名の軍事拠点、清掃の地となった。江戸時代には、早くから、鳥取藩の御番書が置かれ、文化年間以降は五階米役所や、鉄山融通会所も設けられ、安木の鉄を諸国に分配する、戦国戦の往来で賑わった。明治以降は、 日本海国内航路の要衝として栄え、1896年には貿易港に指定され、朝鮮半島の富山、新川、元山との大陸貿易も行われた。昭和29年7月29日、境町役場において合併調印式が行われた。調印式は、県西部地方事務所長立ち会いの下で、6人の町村長が、 合併申請書並びに調印書に署名なついを行い、ここに境港町が発足した。合併申請は8月2日の臨時と取県議会に上帝可決され、8月10日新町発足の運びになった。合併の段階で市政志向が要望されていたが、人口が29,746人と規定の3万人をわずかに割っており、市政志向は 次期国勢調査の結果を待つことになった。第8回国勢調査は、昭和30年10月1日実施され、境港町の人口は33,256人で、規定の人口を満たした。これを受けて、1956年4月1日に、市政を施行し、境港市が発足した。近年、関日本海時代の一翼を担う。 国際貿易港としての整備拡充が進められている。足立いみのるから1954年9月5日、柏木聖一郎から1966年9月5日、安田貞江から1978年9月5日から1989年11月20日、黒見哲夫から1989年12月10日から2004年6月5日、 中村勝次2004年7月25日から2020年7月24日、伊達健太郎2020年7月25日、松下雄造から1954年12月1日、福田茂雄から1966年12月6日、茅野敏夫。1978年12月4日、黒見哲夫から1986年12月5日、 佐々木明から1990年1月6日、荒木安潮から1954年12月1日、影山善次郎から1966年12月6日、渡辺次郎から1978年12月4日、大田信夫から1981年1月17日、佐々木修二から1986年12月5日、 南家館地から1990年12月5日、境港に停泊する漁船。境港は日本海側有数の漁港である、境港本町アーケード商店街。境港市は水産資源に恵まれ漁港としても1973年に特定第三種漁港に指定され、商工漁港として日本海側で有数の港に数えられるようになった。 鳥取、島根の中では有数の漁港であり、1992年には漁獲水揚げ量日本一を記録した。なお、イワシ、サバ、アジなどが水揚げされてきた。また、その一方で1946年には重要港湾にも指定され、さらに1966年には境港の背後地一帯が中海地区新産業都市に指定され、 臨海型工業開発の拠点的性格を強めている。水木茂が幼少を過ごした地に立つ水木プロダクション、中国支部小学校、中学校高等学校境港に到着した、フェリー白島、境港駅国指定文化財県指定文化財、市指定文化財主外局番は0859となっている。郵便物の周廃は以下の郵便局が行っている。 ありがとうございます。